お茶でーす。はい、今は岡山県の加賀郡の吉備中央町に来ております、はい、でまあ見ての通りこんな感じやね、うん、山やな、うん、でこれまっすぐ行ったらまあバブル崩壊によって計画に失敗と言われた人工都市、うん、まあ普通町とかって自然発生的にそこに人が集まって住宅とかを形成して、うん、町とか村とかって出来上がるやん、うん、もう人の手によって計画されて、うん、人工で作り上げられた計画都市っていうのがこの向こうにあるわけね、はい、まあただバブル崩壊とか不景気、不況によってな、うん、その計画が途中で、失敗に終わったとストップしてしまったということ でそこにまあ実際住んでる人たちもおってっていうので、うん、まあ、今回、視聴者さんのご依頼で、はいはい、向かっております、はい、ちょっとチアン呼んで、はい、じゃあ呼びます。はい、ジョーさん、岡山県吉備中央町にあるバブル遺産限界ニュータウンである吉備高原都市をご存知でしょうか。知らなかったです、あなたが言うまでは。1973年に当時の岡山県知事が県総合福祉計画の中で打ち出された構想で、1981年計画人口3万人を目指して、そう3万人目指してた、はい、整備が進められていましたが、ちゃちゃ入れていくよ俺は。人が集まらず現在の都市人口は1000人ほどで、都市内のあちこちに廃墟や空き地が目立っています。せいで3万人目指して人口都市を作る言うて、うん、現在1000人ちょいとかなってたいうですが、うん、都市の中央施設吉備プラザには、うん、舞茸ラーメンというめちゃくちゃうまいラーメン屋があったり、そうや、ね、おしゃれなランチレストランがあったり、うん、リゾートホテルがあったりと独自のコミュニティを形成しています。お、少し寂しさを感じますが、人も優しく穏やかで、うん、ジョーさんなら必ず好きになる都市です。おお、好きになるのかどうなのか、どっちなんだい。懐かしいな。なるでしょうね。いや分からんけどな、まだ見てないから分からんけど、うん、舞茸ラーメンとかめちゃめちゃ気になるな。気になるな、食べたことない。ちょっと向こうの方になんかちょっと集落じゃないけど家々が見えてきたから、確かにこういう山みたいなから突如現れるっていうことなんで、行ってきますで、はい、行ってきますみたいな日本語で言いかけたから危なかった。今言ってもってるよ、うん、あ、見えてきた。あ、これがこういうことなのかな。そういう感じやろ。ほどかやな、畑みたいになって、わあ、なんか煙吹いてる、なんか焚き火かなんかでゴミ燃やしてる。あ、うわあ、めちゃめちゃのどかやん。家とか綺麗ぞ。綺麗な、確かに。からもうそうなんか、看板がまだないから分からんね。おお、でっかい田んぼやで。めっちゃ畑の匂いする。まあまあ、なんか田舎って感じやな。うん、そうっすね。ほら、河原の屋根とかめっちゃ綺麗やん。うん、ちょっと向かってみようか、そっちの方面まで。吉備高原都市、吉備ってなんか響けやな。いいっすね。響きみ、響きみしてんな、なんか吉備団子の吉備。やっぱそういうことなんや。そう、岡山やし。そう、吉備の国っていうのがあって、この辺に昔な吉備の大部分を占めてた場所やから、吉備中央町っていう。あ、なんか見えてきた看板。あ、そうだからやっぱこう福祉とかを推進してたから、リハビリとかそういうのが多いな。ほんまや。吉備高原学園高校、だから高校とかあったりとか。どんな感じなんやろ。いきなり突如現れたな、確かに、うん、結構道とかも綺麗で、だからそうっすね、あんな感じかな、西宮ナジオみたいな感じかな。西宮ナジオニュータウンみたいな感じなんか分からんけど、もともと1900ヘクタールっていう、1910やねんけど、うん、厳密に言うとを言うたら開発するって言って、うん、東京ドーム400個分、おすごい、東京で言ったら新宿区がすっぽり収まるぐらいのを開発するって言って、うん、まあでも実際にはもうそこまでできひんかってんけど、うん、めっちゃのどかやな、うん、でちゃんと整備されてて、こうやって一軒家がポツポツ立ってんねんけど、うん、絶対庭ある。あ、あるな、一軒家ね。ほらだから区画が広いねん。バスやったら岡山駅から約50分とかで、1日5北ぐらいしか便が出てないみたいな。で岡山空港からやったら車で20分ぐらいって感じやねんけど、うわ、やっぱだからこうやってありがちやな、これソーラーパネル、はい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 、西宮ナジオのニュータウンの時と一緒やわ。やっぱ土地がな、うん、余ってるというかあるから、うわ、やっぱ広いな、うん、広いところにポーンってこう、ああ、だからこれ企業が入ってたりとか、綺麗、うん、道とか、うん、走りやすい、雑巾掛けしてんちゃうかぐらい綺麗で、なんで黙った。何言ってんやろうな、うん、ボケって拾ってくれな、ほんまに終わんねん。待って、お、待って、これパナソニック入ってるやん、うん、パナソニック、吉備株式会社、無敵やん。もうパナソニックがおるってことはもう問題ないやん。それだけで
あ、こっちもなんか社会福祉系やな、多分。あ、これもだから会社やな。わ、結構土地が広いな。平均100坪を超える区画が多いって感じ。あの、めっちゃでかい豪邸みたいなのね。キビハイツ、ハイツ、マンションかなんか。でっか、白やん、白やんな、あれちょっと洋風の、あ、でここも福祉やん。だから結構福祉施設がめちゃめちゃ建ってんねやん、はい、ちょっと一回車降りて。でここ の吉備高原都市っていうのは1975年に、その当時の長野史郎っていう知事が、保健福祉文化の中核センターっていうのを計画都市っていうのをここに作るっていうことで、1910ヘクタールのこの広大なところに人口都市を、しかも3万人が移住するという、住民になるっていうので大計画を打ち出してんけど、結局バブルが崩壊したりとか不況とかも相まって、1998年に次の、石井正弘という知事が、前言ったもうこの計画はストップなんだということで凍結したということやねんな。でその当時の県の整備費っていうのはもう300億円以上言われてるみたいで、でも実際保全農地を除いて、1312ヘクタールの土地を整備しようとしててんけど、実際できたのは610程度らしくて、人口も1500人弱とかしか、すまんかったっていうことで1割以下になってしまった。だから失敗っていう風に言われてんねんけど、吉備高原都市かっこいい名前やねんけど、吉備高原都市、案内図っていうか、ほらリハビリテーションだ、いっぱいあるやん。リハビリテーション施設とか配置して、保健福祉区とか自然レクレーション区っていうのと、あとは研究学園区とか産業区とかセンター区とか、住区、農業区の7つのゾーンに分けて環状道路で機能的に結び整備することになっているっていう、区画ごとに、時を経て分けて整備されていってんけど、でも最後に完成した、後期 A ゾーンの、高原住区っていうのではもう空き地が目立ってて、で職場提供する先で産業区っていうのも多く売れ残ってて、整備済みの地区の、計画人口は7000人やった、ただ今2000人程度にとどまってるっていう、だからバブルの崩壊によって、夢がはじけ飛んじゃったっていうことなんだ。でも言ったら土地は結構あるし綺麗し、だからどんどん今分譲で売ろうとしていってるってこと。キビハイツちょっと一回見てみる。気になるな。キビハイツこれかな。これもだから福祉施設みたいな感じやな。広いな。駐車場も結構車も止まってるしな。これめっちゃすごい。でっかい。すごいな。めちゃめちゃ洋風建築の教会を彷彿とさせるようなでっかい福祉施設がありました。やっぱ綺麗は綺麗な。だから住んでないんやろなっていうところ結構あるけど、もう雨戸というかもう閉め切っちゃってて、やけど全然綺麗な状態で、こういうなんか木造のロッジみたいなのあるわ。シャレ、これシャレてんな。一人だけ人おったな今。ほんまに人歩いてないな。みんなもう車移動っていうのもあるやろうけど、全部庭付きで結構一軒家ででかいね。でかい。もう敷き詰められてるぎゅうぎゅう詰めじゃないねん。おお、いいやん。これちょっと住宅地のゾーンかな。綺麗な全部の家々が。治安良さそう。絶対いいわ。めちゃくちゃ治安いいやん絶対。また車なしでは生活できひんな絶対。必須っすね。だからそれも言ったら要因としてはあんねん。どんどん人が住まんかった要因としてもあるっていう。今はちょい安なってるやろけど、その当時とかはもう岡山の市街地とかとあんま変わらんかったらしくて、分譲価格設定が。高齢者とか障害者のための保健とか福祉とか文化のセンターっていうのを掲げてんにもかかわらず、公共交通機関とかが結構未発達やったりとか、自分の車なしではかなり不便やったっていうことを強いられるから、だからやっぱりそうやって移り住む人も少なかったっていうのも要因らしいねんけど、綺麗な家多いし、のどかいし、全然なんか普通に住めるって感じやな、仕事の。どこでもできる人とかやったら、もしくはさっきの大きな企業パナソニックとかの人らとかは住んでるんかもしれないけどな。確かにせやな。こうやってこう道路がこうバーッと続いてて、一本入ったら住宅街みたいなってとこ、見て散歩道みたいなのあるやん、ほんまや。ほんまに計画都市って感じやな、めっちゃ綺麗に整備されて、そこ喫茶店みたいなのある。後で行ってみよう。こっちもほら区画ごとに、でこうやってきっちり決められてんねんな。ああ、ほんまや。人工都市って感じやな。なんこれ、公園みたいなのあるわ。空き地やな。なんか、
ちょっとなんかこう寂しさを感じるな。これはね、子供たちが遊んでなさそうな、うん、老人が座る感じやな。うん、ジェノベーゼ行こう。ジェノベーゼじゃないでしょ、それパスタの名前や。あー大事大事、それは偉い。言うな言うな、台無しや。ベルネーゼやん。怖いよ。バーベキューとかできそう、カビって感じやな、見知らぬところで見知らぬお店に入って、こういう普段じゃないような景観の、ほらなかなか大阪とかじゃ絶対ありえない。見ないね、これは。外でもいいな。コーヒーちょっといっぱいなのか。うん、わーめっちゃいい、シャレてるな。シャレてる。うん、うん、元の人らが来るんだろうな。うん、アンティークな感じ。うん、首、うん、中央で取れた食材のご飯が来る。シャーテーな、めっちゃうまそう。全部やっぱ、うん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 、三高原の牧場、近くの牧場あるの。安らぐ、うん、心が、うん、ほんま、なんかもうのどかすぎた、心が絶対自分ちょっと今回の動画大丈夫っていうぐらいののどか通り越してるわ。すごいな、ほんまに、うん、人と会わんな。そう、ちょっとその店の方とかも見てみたいな。店集まってる、あ、行きたいですね、施設みたいなところとか、うん、うわぁ、何あったんや。あ、ほんまや。キレキレやな。キレが大人やね。やりたいだけやんそれ。あ、ちゃんとこう横断中って書いてあるの。うん、なんか一個一個に丁寧さが感じるな。うん、わかるわ、ここで住んでる人は絶対もう優しい人しかいらんわ。変なこと考えない。ちょっと一回回ってみよう。これ病院あるよ。へえ、整形外科や。へえ、クリニック、リハビリとか内科とか。うん、でもやっぱ福祉が充実してんねや、この病院。うん、綺麗わ、めちゃくちゃ綺麗。綺麗、もう一個一個の家が綺麗、もうデザイン性もあるし、うん、こうやってほら、こんなんとかめっくっ綺麗な、ドラムの、うん、ドラえもんの家みたいな。なあ、あのカプセルの住み心地良さそうやん。治安絶対いいやろし、ちょいちょいこう車とか通って基地がポツポツありつつ、まあ空き家も多分ポツポツありつつ、でも新しい家全然、だからその廃れてる感じはあんまない。むしろ人の少なさがいいぐらいの感じやな。うん、結構新築やで。新築っすね、うん。あーやばい、現れる。心が汚いよな。家族とかできてここでのどかにゆっくりな暮らして平和やろうな。俺にはない平和やわそれは。まだまだちょっと泥臭く行きたいなと思ってるから。でも全然住めるな、何も不自由なく住めるな、車持ってたら。お、キビプラザ、あ、デパートみたい、複合施設。へえ、そうなの。いろんな施設が集まってる。ここやったら人がおるやろ。ほら、スーパーマーケットとか。うわ、ほんまや、なんでこれ。リゾートホテル。ほんまや。ここに舞茸ラーメンもある。で、ここにでっかい広場があって、もう町の一番の中心施設やな。はい、というわけで、ここもう町のもうメッカやな。はい、一番の中心地、キビプラザって感じで。でかっ。でかいな、確かに。ああ休憩室。ほうほうほう。ああ、ジュースとかね。うん、なるほどな。動画的には突っ込みどころないねんけど。休憩できますよ。休憩ますよ。言うてな。言うてもうてん。ああ、これな。ちょっとな。あ、キビプラザ。で、ここ、ほら、祭りもあるの。この間8月26日に高原三々広場、そこの今から行くところで、夏祭りやって。結構プログラム多いな。そう、で地域がやっぱりこう密接にコミュニティとして繋がってんねん。なるほどね、町の人たちが。うん、三々広場、広場行ってみようか。めっちゃ広いな。うん、広場やからな。おお、分かっとるよ。綺麗し、
さすが、あの計画都市やな。しっかりと県が管理して整備して、綺麗。あそこみたいほんまに西宮のね。創生のアクエリオン。ちゃうよ。うわ、やべえ今日。ほんまにのどかすぎて動画にならん。ぐらい。めっちゃのどかやな。それぐらい平和ってことはいいってことやね。その動画的にはみんな刺激とか、うん、見どころなんていうかな、ドラマティックな、はい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 、そういうな、いや曲折が欲しいと思うねんけど。ああ一番いいねんで、これが。え？すごい。やっほー。え？どう響いてるん？え？ Your ABC Your ABC すごいよ。あなたがちびっこが見に来てるやん。なんかおるわ言って。すごいな、ほんまになんか作られた都市ってこんな決められた綺麗さがあんねんな、うん、洗練された綺麗さ。ほら、向こう見てやんの。うわ、これ氷見がすげえ、こっちちょっと、え、ここバリカナシやん。で、この公園人っ子そうよ。日曜日や。一番公園が大人気の時間。そやな。そっか、まだだからやっぱその町に対してのな人口がやっぱ少ないんやな、うん、ちょっとあのこぼれ日は見に行こう。ありえへん、あれはそうじゃない、なんか感じるエネルギーを、うん、なんか空気も美味しいし、うん、マムシ注意、こんばあの看板が、あの看板1個あるだけでこの公園が不人気になってる。そこからや、うん、そこから見える、うんうん、やばいってこれ、な肉眼でしか、まあ、分からん、いや若干分かるけど、やっぱスタンドバイミーのなんかエゾジカが出てくるシーンに似てるわ、もうこんな分からん、俺と花の景色やった、分からんけど、ほらだからこれも多分計画的に植えてみて、ああ、等間隔になるように、だからこんな、うん、景観がよく、しかも多分これあれやわ、大島桜やわ。何それ。え、大島桜っていう木、桜、うん、桜、これ、あーやっぱ面白い、ほら見てん、いや、かい見たんな、じゃあ見たんや、ほな見たんや、やっぱそうや、答え合わせできてよかった、ちゃうよ、ほな見たんやわ、いや、しかも、ちゃうでしょ、絶対桜じゃないでしょ、こいつらは。ほら、あれや、あの切られた、うん、木が、おしまじゃけど、すごいわ、これ、マムシ注意してくださいね。32なんねん、そろそろ。いや、みんなあの9月23日生誕祭来てね、うん、それはほんまに来てほしい。あの滑り台多分怖いっすよ、普通に。 なんでさ高いとこから下に落ちたらさ金玉キッてなるの。出てるからじゃないですか、俺だけ金玉なったことある、あるっす、あるっす。あと、これない、こうやってこう上上がって、うん、でこうこうやってやってたら、うん、あーんってなって、うん、あーんってやって、あーんってなったことあるよ、あれ、えぐいよ、いまだにあの記憶あんもん、うん、地獄、これ懐かしいな、うん、アマゾンの時登ったからやろ。ガチの木をね、これ多分ちょっと普通にスピードで出るやつやと思う。ちなみにさ、日々中央庁って、うん、あの定住支援促進制度っていうのがあって、うん、まあ、Iターンとか U ターンの人たち、ここに移り住む人たちに対して100万から120万ぐらいの支援金が、うん、そうなんや、それ覚えといて、オッケー、ちょっと待って、あ、もう行く。え、スピード出ないでしょ、めっちゃちゃんと大根おろしみたいな。だって、あ、釣られた、大丈夫シャワー入った、ピティティってなってた。いや、でももうちょっと出てほしかった、うん、子供の頃と違うと太いから、あー、ちょっと止まっちゃう、挟まんねや、ピティティってなったらしいね、うん、すごいや、いいな、それは、いいやろ、うん、しかもその婚姻届出して10年以内の、うん、お子さんがおる家族とか、あとはこっちで就職しましたとか、うん、なんかそういういろんな支援があんの、へー、就労支援制度とか、
うん、すごくこうやっぱこう県とかが手厚く、うんうん、こっちに住んでくる人とかに対して支援をするっていう、いいねそれは、うん、そういう制度もバックアップがありつつこの地域っていうのが密接にコミュニティとつながってるみたいな、うん、あ、バイク乗ろうあれはバイクっていうやつはおらんねん、かわいいポニーちゃん、こっち型か、あ、こっち型か、え、どういうこと、あ、なんかそういうのあんねや、だからこうなれへん、ね、うんうんうん、フットバンやなってんねん、はいはいはい、安全やな、ん10分の1やこんな人おらんねや、ねえびっくりやわ、こんな綺麗やのに日曜やろ、ほんで、うん、ちょっと建物なんか見てみる、うん、キリプラザの中に入ってきました、はい、本当に静かで、マジで静か自然と小声になっちゃう、ほんま、なんかどうなってるのかな岡崎さんの記念館みたいな、92歳、お、めっちゃ長生きしてる、うん、ここの君中央部、名誉長民、日中の 国交正常化に大きく貢献してると、箱になんか絵を描いてんな、夏休みの思い出とかかな、ああそうかそうか、3階フロントとか、あ、ほんまや、先のリゾート、まあ、3階フロントや客室とか結構安く泊まれて1万以下とかで泊まれて、うーん、バーも薄い、スーパーあるな、うん、こちら、あー結構広めのコンビニや、広めのコンビニ、運動奥に100均あるって感じか、あ、ほんまや、そこが来たらとりあえずまあある程度揃うみたいな、うん、確かに、うん、日用品と食い物は、うん、自炊できるようにちょっとした野菜とかはあんねんな、ね、100ロぐらいの感じやな、はい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 、まあでも十分やな、うん、それを最低限ここで集まるって感じか、うん、レンタサイクルとかあって、うまい、キリプラザやな、これはこれキリプラザだ、これキリ高原ちゃん、ちなみにやねんけど、キリ高原ってあれやね、ここ地震起きんねん、え、ここどういうこと、どういうこと、どういうこと、なんかこう日本列島っていうのが形成される、うん、こう日本列島っていうのはいろんな、まあ、地形がバーッとあるな、プレートがあって、うん、地殻変動が起きて、はいはいはい、まあ言うたら結局日本列島ができたと思うんだけど、うん、日本列島が形成される3400万年前に地殻変動が起きて、うん、アジア大陸から切り離された、うん、あ、え、そうなん、うん、ここ強固な岩盤でできてる土地らしい、へえ。だから地質学的にここは地震が起きない、すごいな、少ないかな、うん、うん、ってことらしい、だからすごいやろ、うん、それはすごい、もうそんなんもう海外からもなんか日本くらい多分ここ注目されるかもしれない、うん、確かにな、日本の人らからしたらみんなやっぱこう地震が一番嫌やん、地震多いもんな、どうしようもできんやん、うん、だからもう大陸のかけらがキビ高原を作ってるみたいで、大陸っていうのは地震が起きないの、うんうん、だから今はもう企業家とかベンチャー企業とかが結構集まってきてるんで、あ、そうなんや、安心安全で、うんうんうん、しかもまあ言ったらネットとかあったらどこでも仕事できる、あ、確かに、注目されてベンチャーとか集まってきて、注目が集まってきてる、へえ、でそうやってこっちで仕事したらバックアップしてくれるし、うん、あ、そうかそうかそうか、ちょっと減ったな、うん、めっちゃ減った、めちゃくちゃめっちゃ減った、いよいよ行きますか、行こう、ジョブロック、見つけた、これや、これか、ほら、和風舞茸ラーメン、ほんまや、うわ、これが俺らの今回求めてた最後の飯、いやー、うっすやな、お、全部うまそう、全部うまそう、かき氷ママすんな、ええかき氷だな、ほんまや、コシヒカリも君中央町さんと一回じゃちょっと入ろうか、じゃあ、舞茸ラーメンください、はいはい、つけ麺もあんだよ、舞茸つけ麺、つけ麺、つけ麺も行く、うん、じゃあつけ麺もください、ラーメンとつけ麺、はい、はい、お願いします、はい、きたきたきた、これ天然どうぞもにすうて、うん、うまい、今日の巻き場醤油系かな、うまそう、初めて食うわ、いただきます、はい、これ舞茸な、うん、と細麺で、うん、あ、これバリ腹減っとってん、ずっと説明してたけどもうグーなったやばい、ありつけた、いただきます、うわ、優しい、味しみる、優しそうな匂いするわ、
うわ、優しい。しかも舞茸のなんか出汁みたいなの効いてるわ。あ、間違いないやつやん、これ昼飯に。あー、ちょっといけるわ。間違いないわ。間違いない。あっさり醤油で、うん、安定か。安定。これつけ麺。うん。ちょっと行っていい？やっぱ鶏肉も柔らかいし。あ、そうなんや。秒で食えるやつよ。ペロのやつか。ペロ系や。なんかそうめんみたいな、細麺。確かに確かに。つけ麺って大体太いやん。うん、確かに。うん。めっちゃ濃い。うん。結構醤油濃いめやな。鶏鶏ついてるっすよ。うん、取れた取れた。総合的に見て、結果で見て。まだ家庭やから。ごちそうさまの時についてなかった。出る時に。あ、そうか。うん、でも、なんか、それ、住めるな。うん。玄関ニュータウンとか言うから、うん、なんかこう、廃屋とかさ、うん、なんかこう、廃墟みたいな、なんか芝生とか雑草ぼうぼうみたいな、うんうん。っていう感じじゃ全然ないな。新しい、なんか整備されてたし、うん、結構綺麗な家というか、綺麗な状態の家が多かったから、なんか玄関っていうより、なんかこう、発展途上みたいな感じやな。うん、地質学的にはもう日本一安全って言われてるから。へえー、そうなんや。そう、やっぱこう地震とかも少ないし、うん、で気候もいいし、で今スーパーシティ構想って言われてて、あの AI とかビッグデータとかを使ってそれ活用して、で地域の課題とか問題とかを解決していくっていう、うん、最先端の技術でっていうところとかも注目されてて、で結構起業家とかもどんどん集まってきてる、うん、ニュースとかでもやってた、記事とかでも書いてあったけど、だから、まあ、茨城大ニュータウンとかと似てて、うん、今ってやっぱこう地域に注目が集まってる。どこでも、うん、言うたらもう IT ネットとか使ったら仕事ができる時代や。確かに。だから景観良くて気候も良くてみたいな、うん、でまあ車さえあったらどこでも行けるから、うん、交通の便悪くと言えどもみたいな、うん、でも落ち着いて、しかも安くて、うん、こうやって景観もいい状態で仕事に取り組んで、しかもプライベートもリフレッシュできるっていう、うん、こういうようなのどかなところっていうのはならではのところやから、うん、都会のせくせこましい感じでストレスを抱えながら仕事に忙しくするっていう感じでもない時代、うんうん、どこでも住むとこを選んで仕事できることすらも選べる時代やから、うん、ワンチャン今後化ける可能性あるかなと思いますしね、うんうんうん、ちょっとだからこう俺今こうやって旅の動画上げながら住むとこを探してる自分を見てるんですよ今後、ね、うん、くらい今回もめっちゃ良かった、うん、まあそもそもななんか生活とか生き方とかって自由やし、うんうん、ただこうやって技術の進歩とかとともにやっぱ価値観もっと多様化していってると思う、うん、もっともっと多分いろんな生き方っていうのが幅広くなっていく時代だから、うん、だから俺どんどんこう地方っていうのを見直せる時代なんじゃないのかなと、まあ、少子高齢化でどんどんこうなあの都会に都会にっていう風に集まってるかもしれないけど、でも地方もちょっと見る観点を変えれば、え、住めんじゃね、うん、めっちゃ自分の生き方や生活に合ってんじゃん、いやむしろ生き方生活を変えれるんじゃない、その環境に自分の身を投じることによってみたいな、だからそういうところをなちょっとジョブではピックアップしていけたらなと思いましたね、うん、しかもうまいし、うん、でちょっとなこの後もう泊まるところで確保してるから、ああそうなんですか、うん、そこにちょっとチンを連れていけたらなと思います。ああ、まあ、送りますわとりあえず、うん、そんな嫌いじゃあ冗談冗談、はい、結構一回結構ちょっと任せて、うん、ああオッケーです、めっちゃええで、ああ了解です、ごちそうさまでした、うわ生き返ったはい、だからちょっとちんやに、ま、もう先言っちゃうわ、うん、なんすか、で今回の宿泊場所は、はい、ラブホテルです、え、嘘でしょ、ほんますか、でもないラブホテルあるから、うん、マジ、まあでも2人もな、結構歩んできて仲いいやん、うん、同じ道のりを、はいはいはい、そろそろ行こうか、なんでやねんえ、それガチ、ガチのやつ無理でしょ、入れるんすか、そもそも入れる、もう確認した、予約してやる予約してんねや、うん、予約してやる、2人で、はい次の動画、2人が交わります、交わるか、交わらんよ